さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ、先頭は河内トリビュート、河内トリビュート先頭、2番手はホライトストーリー懸命に追いすがります。残り 200m、 河内トリビュート先頭だ、河内トリビュート粘る、一気にローズ C、 やはり強い河内トリビュート、河内トリビュート、河内トリビュート1着、2着は微妙です。1番人気に応えました、河内トリビュート見事です。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠のアグネスエンペラー。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはブロードイレブン、ファイナルシーズン。この馬も好スタートを切りました。ノーブルブリザード、前に行きそうです。続いていくのがリンドシェーバー、その隣にニュースシルビア、その外からアグネスエンペラー、その外にビッグアカデミー、その隣にビッグファイト、並んで3番ブロードイレブン、イーデスゾン、そのうちに続いています。その外に崩壊ロジック、その外からグラスボール、緑の帽子エイシンリコール、その後ろ東海帝王、最高峰、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ややハイペースといったところでしょうか。これが石膏勢にどう影響するか。さあ先頭はアグネスエンペラー、まだ粘っています。ビッグファイト、ほとんど差がありません。ビッグアカデミー、3番手東海帝王、いい位置です。さあここからどうか。最後の追い比べ、先頭はビッグファイト、ビッグファイト先頭、2番手はカテーラジー、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はリンドシェーバー、カテーラジー一気に追いすがります。一気に東海帝王、力一気に東海帝王、リンドシェーバー大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。